川合さん、テーマの発表をお願いいたします。はい、今日はこちらです。死者が残業代を欲しがるか。残ってる。厚生労働省が残業時間を企業に聞く調査を行ったところ、1ヶ月の残業時間が80時間超から100時間以下に及ぶ企業が 10.8% あり、100時間超が 11.9% に上ったことが分かりました。残業時間80時間は労災認定の基準となる過労死ラインで全体の 22.7% に達し、長時間の残業がなかなか減らない実態が明らかになりました。さあ、川合さん、いやどうしても僕はね、分かるんです。会社員時代もそうでした。残業代は一つ自分の収入の主なですね、割合を占めるんですね。だから残業代があるから生活費になっていたりするので、ついつい無理をして働いてしまう。で楽しくなっちゃうし、それはやはり危険なことで、この死者が残業代を欲しがるかっていうのは、この厚労省から発表があったのが先週だったんですね。でそれを第一報 NHK が伝えたんですよ。でその NHK のニュースを見た後にツイッター上でつぶやかれたことで、これは至極まっとうなことで、死んでしまったらもう元も子もないよと。そうです。で、過労死というのはね、今80時間100時間っていうニュースでも出てきましたけども、これがですね、今回調査で明らかになった数字なんですが、まず80時間の方からいくとですね、過労死というのは働きすぎが原因で、それがきっかけとなって心筋梗塞であるとか脳梗塞を起こしてしまって、それで死に至る状況です。でそういった人たちを見ると、その心筋梗塞などを起こす2ヶ月前、2ヶ月間にわたって80時間を超えていると、そういったリスクがとても高くなると。まずいな。で中にはうつ病になって過労自死という選択をする人もいます。で100時間に至っては、その心筋梗塞などを起こす1月前の労働時間が 100時間を超えていて、そういった状況になった人たちが非常に多いということが、これは医学的見地からもう明らかになっていることなんですね。これね、その例えば職場環境がものすごいストレスがない、楽しい、で自分の自己実現もできるっていう環境で100時間働いているケースと、もうこんなはずじゃなかった、こんなのしたくなかったっていう形で100時間労働させられているような現状とでは、やっぱりちょっと質が変わってくるのかなと思ってしまうんですけど、そうでもないんですか。どうなんですか、肉体的にはもう、半分合っていて半分間違っている。まず時間ということから言うとですね、この80時間っていうのはどんな状況にあれ肉体的に負担がかかる時間です。ですから月80時間っていうことは、要するに1日、10時間以上、働くことになるわけですね。そうすると削られるのは何かというと睡眠時間です。そうなんです。この番組でも以前、お話ししたと思いますけども、疲れてくると人間には脳の中に疲れてきたよ、休みなさいっていうセンサーがあるんだけども、その休みなさいっていうセンサーの指令を無視して働き続けると、そのセンサー自体が疲弊してしまって休みなさいっていうメッセージがいかなくなる。そうすると睡眠時間忘れちゃうんでしょ、もう根本的に体が近いですよね。そうなんです。睡眠時間4時間、3時間でも大丈夫な自分になってきてしまってる気がしているだけなんですよ。でもその時には自分の疲れの見張り板のセンサーが麻痺しているだけで、心と体は悲鳴を上げているわけですよ。なのでその80時間というのはダメ。で先ほど堀さんが言ったように心理的なプレッシャーがあるということですね。これはやはりとても大きくてですね、これは長時間労働が80時間を超えていなくても、例えばフランスであるとか、フランスはとても残業規制が厳しいです、ですがグローバル化の影響で過労死に至る人たちが出てきているということが問題になり始めているんですね。この間もね、労働者の皆さんの大規模なデモが行われて政府と衝突しているぐらい、でも働くことに対しては皆さんそれだけ敏感なんですよね、国民って。そうです。でね、やはりこの過労死という言葉がですね、不名誉な日本語として世界に広まったのは今から30年前なんですよ。企業戦士たちが世界で活躍してバタバタと死に始めた。でそれが1980年代後半で、2000年代に入ってからはイギリスのオックスフォード辞書に中にちゃんと過労死というのが、津波であるとか、あるいは醤油であるとか、そういった日本語とともにちゃんと記載されているんですね。だって24時間働けますかっていうのが非常にもてはやされた。そうです。で先ほどもね、少子化の問題であるとか、あと自殺の対策っていうのを言いましたけども、明らかにこの長時間労働っていうのが
うつ病であるとか、あるいは自殺であるとか、そういったものにも至る、うん、あるいはその出生率にも、ね、影響してくる、うん、特に女性の場合は長時間労働があるから、やはり仕事を辞めてしまうということもあるんですよ。でもう明らかにこの長時間労働80時間を超えるというのが人間の心、あるいは体を蝕んでいくということがエビデンスが取れた情報としてあるので、それをやっぱりしっかり国としてね、対策をしていかなくちゃいけないのに、日本はどういうわけか、そこのところこういったニュースが出てもね、メディアが大きく扱わないしね、働かないとでもお金がなくなってしまうんじゃないかっていう不安感もいっぱいあるんですよ。あのね、私残業代欲しいし、今日ね、どうしたらいいですか、提案したいのはですね、まあ、週休3日でいいじゃないかっていう話なんですよ。若新雄純君、ゆるい就職みたいな感じの確かに3日働く、週休3日です、はい、若新君は3日働く、3日働く、私はちょっとそれよりも固くて3日休めて、もともと週休2日って日本で広まったのは松下幸之助さんがアメリカに行って広めていったのがきっかけですけども、あの週休3日というのをですね、実際大分県の国東半島にある企業がやってる企業があります、うん、でそこの企業はやはりその国東というところはね、自然がたくさんあると、なんで私たちはね東京時間に合わせてね、うん、こんなにアクセク働いてるんだと、うんうん、でしかもうつ病なんて人たちが出てきたぞ、それでトップの方がお給料は変えない、はい、だけども週休3日にするというので始めたんですね、英断ですね。そしたらですね、生産性がちゃんと上がったんですよ。上がった、で働く人たちもお給料が別に減らないということで、それだけ一生懸命やるようになったという成功事例があるんですよね。まあ、経営者の皆さんの判断によりけりですね。さあ皆さん、月に何時間残業しますか、働いている方教えてください。せーのドン、残業しないという方414票、あこれは、まあ、なかなかいい状況なのか、まあ、どうなんでしょうか。でもそれでも次に多いのが10時間以下、でも30時間以下201票、80時間以上の方は意外に少ない、うん、でも今日おっしゃったナジーブさん、リラックスした状況っていうのが一つやっぱキーワードですね。やっぱり普通に残業しなくて働いてても、今ってものすごくギスギスしてるじゃないですか、はい、会社の中とかも、はい、社会全体ももうちょっとでも何かと叩かれるし、それこそもういつも時間に追われているし、うん、でそういった状況にあるからこそ、あえてやっぱり休む時間というのを積極的に取らないと、うん、もういろんなことが悪循環にもありますよね、はい。